皆さんこんにちは。つながるラジオのお時間です。お相手は松山秀勝です。よろしくお願いいたします。この後6時までの約30分間、皆様最後までぜひお付き合いください。この番組は、みんなとつながる広がるをテーマに青森県の津軽からお届けしております。はい、4月中盤に入りました。つながるラジオをお届けしていきます。だいぶ暖かくなりましてですね、ちょうどこの4月の12日からですね、私が住む、青森県の弘前市というところでは、桜の、名所として、よく知られている場所でもあるんですが、そのお祭りですね、弘前桜祭り、がですね、開幕ということで、やっぱり早咲き予想ということになりましたので、通常のですね、予定していたお祭りの期間よりもちょっと前倒しで、開幕をちょうどしたところになりますということですね。4月の12日から、ゴールデンウィークの5月の5日までですね。今年のゴールデンウィークはね、5月6日まで、連休なんですけど、お祭りはですね、5月の5日までですのでですね、ここちょっと注意した方がいいとこなんですが、まだですね、開花は、この14日の時点ではですね、まだ開花宣言はされていないであろうと、ちょっとすいません、収録なので、だろうなんですけど、まだ咲いてないんじゃないかなと思いますけれども、このオンエアが終わった週ですよね、この4月の15日週にはおそらく咲くんではないかなというふうに思いますね。次の週、この週末ぐらいで満開なんていう声もね、ちょっと予測も聞こえてきておりますけれども、まあやっぱりですね、この弘前市で、一番この観光客が訪れるシーズンになりますのでですね、観光資源が結構豊富にね、青森県もありますけれども、夏は青森市のねぶた祭りとかですね、あと各地で夏祭りが、行われておりますので、夏ももちろん観光客多いですが、弘前だけに関して言うと、春がやっぱりね、この桜を見に来るお客様、観光客の方がやっぱ多いなというふうなイメージを持っております。FM宜野湾のリスナーの皆様でね、青森県の弘前来られたことあるよっていう方どれぐらいいらっしゃいますかね。なかなかちょっとね、やっぱり距離のね問題もありますし、直行でねピューンと来れるような飛行機事情にもなっていないもんなんでね、なかなかこう少ないかもしれませんけど、ぜひね、今すぐっていうふうにはちょっとなかなかならないかもしれませんが、人生のうち一度は、ぜひご覧いただきたいなというふうに思いますので、先日ですね、友人から連絡受けまして、桜のシーズンにですね、帰ってくるというか、見に行くよという、そんな連絡を受けまして、宿をですね、ホテルですよ、宿泊場所を確保しようとしたらしいんですが、めちゃくちゃやっぱりこのシーズンって高くってですね、普通のこう一般的なビジネスホテルあるじゃないですか、アパホテルとかね、そのドーミーインとか、あとはルートインとかね、なんかそういう一般的なビジネスホテルが、そのいつもの価格のですね、3倍から下手したら4倍ぐらい、倍はもう固有に行ってるっていうことがですね、やっぱ多くって、もうびっくりしてました。普通にリッツカールトン泊まれるんじゃないぐらいな感じの、やっぱ価格設定にね、もうそれは、宿泊業の皆さんも、もうですね、やっぱこちら、稼ぎ時のシーズンですし、今はそういう、閑散期、繁忙期でね、プライスが変わると。
宿泊料金変わるっていうのはもう普通の世の中になりましたので、まあ、しかるべきことだと思うんですが、ね、まあ、にしてもね、やっぱ想像の上行ってくるっていうことなので、沖縄の皆さんもね、急に来るとなってもちょっと、もうそもそも宿が取れないというちょっと状況にもね、なってるかもしれませんけれども、はい。この弘前の桜祭りが開幕したということでございます。はい、この番組ではメッセージもお受けしております。メールアドレスは 797@fmkinowan.com、 すべて、数字小文字になっております。 797@fmkinowan.com です。はい、ぜひお気軽にメッセージをお寄せいただければなというふうに思います。こちらの放送はですね、FM ギノワンスだけではなく、サイマル放送で、リスラジでも聞くことができますし、あとは YouTube チャンネルですね、FM ギノワンの YouTube チャンネル、あとは、YouTube で、つながるラジオとカタカナで検索をしていただきましたら、つながるラジオだけの YouTube チャンネルもございます。はい、そうすると過去のアーカイブもですね、ご覧いただくことができますので、今日で51回目、ですのでですね、過去分50回分ありますのでですね、ぜひ気になったものをちょっと再生していただけたらなというふうに思いますし、そちらの YouTube でご覧いただきますと、YouTube の動画の中に QR コードが常に表示されております。その QR コードを、読み込んでいただきましたら、私にまつわる情報、お仕事のことだったりとか、あとは毎日書いているブログですね、ノート、SNS、この辺がですね、情報出てまいりますので、もしよろしければですね、こちらもフォローいただけたら嬉しいななんて思っております。はい、それでは4月中旬のつながるラジオもよろしくお願いいたします。この番組は青森県弘前市で創業46年、弘前アルミ証券の提供でお送りいたします。ガラスが割れてしまった、内窓をつけたい、玄関ドアをリフォームしたい、カーポートを設置したい、家の中に手すりをつけたい、お家の困りごとは何でもお任せください。この道一筋の職人が皆様のお悩みに寄り添います。今なら窓のリノベーションが補助金を使ってできる可能性があります。詳しくは弘前アルミ証券ホームページ、Facebook ページからお問い合わせください。お届けしておりますのはつながるラジオです。お相手は松山秀和です。さて、4月の中旬のつながるラジオでございまして、今日はですね、ラジオについてお話をしていきたいと思っております。ね、これも FM ラジオでね、お届けしておりますけども、思うとですね、やっぱラジオってすごくいいなってずっと思ってましてですね、自分のそのラジオの歴史を紐解くと、遡ると多分小学生の5年生か6年生ぐらいにまで遡ると思うんですけど、自分は、最初自分の部屋っていうのがなくてですね、初めて自分の部屋を割り当てられたのが小学校5年生ぐらいなんですよ。で、当時はまだテレビがね、各部屋にある時代でもなくって、我が家ではそうだったんですよね。なので自分の部屋にはテレビがなかったので、自分の部屋でいる時は、テレビの代わりにラジオをつけていたというのが、一番最初の、思い出というか、始まりでした。で、その当時はね、何の番組を聞いていたのかなっていうのをちょっとあんまり覚えていないんですけど、でもよく聞いてた、そのうち聞いてよく聞くようになった番組ってやっぱあってですね、すいません、 FM ラジオの番組なんですけど、ちょっと AM ラジオだったんですけどね、私が聞いてた番組が地元のね、中高生というか、そういう、ティーン層によく聞かれていた、番組をですね、よく聞いておりました。その番組にも電話でね、参加してみたりとか、お便りおはがきを送ってみたりとかですね、なんかそんなことをしていましたね。なのでラジオというのはそこから始まっていて、で、高校受験の時かな、だから中学
校3年生ぐらいになると、やっぱり夜遅くまでですね、勉強するっていうことが増えてきて、で全く無音状態でちょっと勉強するっていうのは なんとなく心寂しいというか侘しいものがあって、ラジオをつけながらね、勉強してました。なのでその当時は、やっぱオールナイトニッポンですよね。すいません、これも AM ラジオでオールナイトニッポンですね、月曜日から金曜日ぐらいまでやっぱ聞いてたかなのところは、よく聞いてましたね。だからあれオールナイトニッポンって1時からねスタートなので、終わりが3時までじゃないですか。3時まで聞いちゃうともうほぼほぼ次の日寝不足なんですよねなのでどこで切り上げるかっていうのがね、ちょっとこう当時こう今みたいに聞き逃し配信とかそういうのもなかったですから、で録音するって言ってもちょっとなかなかそういう設備もね持っていなかったですし、リアルでね聞くっていうものがもうラジオの良さだったという感じなんでね、よく聞いてましたね。だから絶対聞きたかったね、そのオールナイトニッポンも、もうその睡魔に負けて寝ちゃった日とかもあってですねそういう思い出もありますね。なんか朝起きたらもう朝なんかすごい後悔だけ、あ寝ちゃったっていうねそういうのも青春でしたね。で時をちょっとこうもう少し進めていくと、会社に入ってですよね。会社に入って、その会社入ってからは車でね、移動する、職場まで移動する時間帯とかはやっぱラジオを聞いてましたし、あとはもう少しこう営業チックというか、外回りをずっとしていた車です。ぐるぐる外を回っていくっていうお仕事の時代もあってですね、そういう時はもう常時やっぱり、移動時間の方がやっぱ長かったりしたんで、やっぱラジオをやっぱ聞いてましたし、特に広島に住んでた時ですよね。広島に転勤で、住んでた時期があるんですけど、その時期に野球がね、やっぱ広島はカープファンが多くてですね、自分もカープファンにその時に広島の色に染まってなったんですけど、その時にはラジオでね、野球のナイターをね聞くっていうのにね結構ハマってまして、テレビで見るのも方が断然いいんですけど、ラジオで聞くのも結構良くてですね、臨場感というか実況アナウンサーの方のねやっぱ表現方法の面白さみたいなね、今だと、大谷翔平選手がね、その実況アナウンサーがなんか日本語を覚えて面白おかしく実況したりとかしてますし、感情がやっぱ乗るじゃないですか。でラジオだからやっぱ見えないんでね、映像が見えないんで想像力を働かして聞くという世界にね、結構ハマってた時期もありまして、もちろん帰ってからねこうダイジェストで見たりもするんですよですけど、車やっぱ乗ってる時は、テレビ見れませんから、なのでこうラジオでねやっぱこう聞いてるとそういうこともあってですね、もうやっぱ車の中は、音楽かけることも結構ありますけれども、でも比率的にはやっぱラジオの方が多いな、ラジオかけてる方が多いと思いますよ。そういった意味でもね、ラジオ、会社員時代もラジオと共に、生きてきましたと。で今はですね、仕事するとき、部屋でね、パソコンの仕事するときも、やっぱり無音だとちょっと寂しいんで、ラジオをねやっぱかけますし、ラジコっていうアプリがね、FM 技能さんでいうこうリスラジみたいなね、そういう、ラジコっていう AM、FM 全国の、地方局もキー局も含めてね、聞けるっていうアプリがありますけど、それを使ってですね、いろんな地方の、番組をですね、有料会員だとリアルタイムじゃなくてもですね、聞き逃し配信もタイムフリーでできるので、
それでこう聞いたりなんかもね、しょっちゅうしてます。もう毎日聞いてますね、ラジオは。うん、で今あのやっぱりリンゴ畑にねちょっとお仕事行ったりもするんですよ。あのお手伝い、農業のお手伝いね、行ったりしてるんですけど、まあ、その時にもね、あの畑の方ってねやっぱラジオを絶対聞いてるんですよ。あの畑専用ラジオみたいなのもあってですね、あの大ボリュームであのよく届くみたいなね、あのそういう作業用ラジオみたいな、ちょっとちっちゃいポータブルラジオじゃないやつがきちんとあってですね、私の言ってる農家さんはきちんとそれを用意してくださって、うん、あの畑って広いですからね、その置かれてる位置によってラジオ聞こえたり聞こえなかったりってあると思うんですけど、そのラジオはめちゃくちゃ聞こえが良くてですね、それは AM ラジオがね流れてますね。なのでその外の大自然でねこう仕事しながら、そのラジオを聞いていくっていうね、結構贅沢な時間でもあったりしますねこれって。うん、まあ、今ボスってラジオは本当に、常に一緒になっているし、こうやって番組やってるっていうこともあってですね、すごい馴染み深いメディアなんですよ。うん、でラジオの良さっていうのはやっぱこういうながら聞きできるっていうのが一番いいなと思ってます。でずっとちゃんとこう耳で聞いてるとかっていうと、まあ、特に仕事してたりですね、何か勉強してたりとかするとただただなんですかね、あの BGM 的な感じで、使ってることも実は多くって、ちゃんと聞いてない時間帯ってやっぱあるんですよ。なんかこう寂しいっていうかね、無音だと寂しいから、BGM 代わりに使ってると、いうこともあるので、でちょっとこうやっぱ気になるワードとかね、聞こえてきたりすると「うんうん何々」っていう感じで聞いてしまう。なのでそういった意味でもながら聞きができるっていうのはですね、すごくいいなというふうに思いますね。もうその最大のメリットですよね。やっぱ車運転しながらテレビ見るってなかなか難しいというかやっぱ危ないですし、そこはやっぱラジオがやっぱちゃんとできるじゃないですか。で情報もね仕入れられ、交通情報とかも仕入れられるし、そういうのがやっぱいいっすよね。ながら聞きできること、あとはこれ僕結構全国転勤してた人間なので、全国各地でですねよく聞いてた番組って実はあってですね、北北海道から南は広島まで、北海道の時はねノースウェイブってね、まあ、FM ですけどノースウェイブをよく聞いてたんですよね。番組はねちょっと忘れちゃいましたけどね、もうだいぶ20年ぐらい前なんで、でもよく聞いてた放送局がノースウェイブ、でそういうふうにこういろいろ住んでいたところがあるんで、やっぱその地方のね局のラジオ局の番組も結構馴染みのある番組が結構あるんですよ。で未だに聞いてる番組もよくあってですね、毎日聞いてるんですけど、今ね広島のラジオ局の、番組をよく聞かせてさせていただいてますし、あとはあれですね、まあ、番組見行ってもいいのかな、私広島はですね午前様様っていうね RCC ラジオっていう、ね、中国放送、AM ラジオなんですけど、午前様様っていうね、これも長寿番組ですよね。もう20年、やってる、22年目に入ったっていう番組ですけど、平日の午前中にやってる番組ですね、こちら聞いてますし、これも面白いですよ。これ広島住んでた時から聞き始めましたけど、だからもう7年ぐらいになるんじゃないかな。途中ちょっと聞けてない時代もありましたけど、一昨年ぐらいからまた再度聞き始めたのかな。やっぱ変わらぬね番組の声というか、パーソナリティの方がねやっぱずっと変わらないので、やっぱ安心感がありますよね。なんか帰ってきたっていう、あとはもう今は住んでない広島県ではありますけど、やっぱ広島の情報をねやっぱこう馴染みのある地名が聞こえてきたり、あの商業施設って今こんな風になってんだとか、やっぱ細かい情報ってラジオ拾ってくれるじゃないですか。すごいニッチな情報、新しくできたパン屋さんとかねあと
あんまりちゃんと知られてなかった地元のイベントに中継行ってたりとか、あ、こんなイベントやってんだみたいなのって結構知れますよね。これは今私が住んでる青森県のラジオもね、もちろん聞いてるんですけど、それでも感じることなんですよね。やっぱ情報細かいなと、すごい隅々までアンテナね、張り巡らされてたなっていうふうに思ったりもしますし、やっぱその地方のその局によってのやっぱ、なんだろう、味というか、色というかのがやっぱあってですね、まあ、広島だと特にカープの情報はもう、どんな番組でもちょろっと入ってきますよね。特集っていうか、そういうコーナーまでいかなくても、昨日のカープはどうだったみたいな話はですね、結構皆さん知ってらっしゃる。で、僕、名古屋の番組を結構聞くんですけど、名古屋の東海ラジオっていうね、これ、AM ラジオなんですけど、まあ、名古屋もね、これはやっぱドラゴンズ情報多いですね。ドラゴンズ多め。やっぱこのやっぱ球団が、地元に球団があるとなるとね、どうしてもそれはやっぱ出るんでしょうね。だから面白いのは、僕カープファンで、で名古屋のラジオ番組聞くと、特に中日対広島戦の時ですよね。そうすると中日のね目線で皆さん語るから、で広島の放送局はやっぱ広島の目線で語るから、これがね、同じ試合聞いてても振り返り聞いてても、ちょっとこう角度がやっぱ違うんですよ。これがね結構面白いですよ。皆さんもぜひね、推しの球団があったら、やってみてください。結構こうマニアックな楽しみ方ですけどね。まあ局によってね、地方によってこの色があるっていうのは、またこれラジオのいいとこだなっていうふうに思いますね。で、あとはね、やっぱ災害に強いっていうのもね、このやっぱこうメディアとしてのこう役割、機能を果たしているっていう、ね、やっぱこうテレビだと、ね、こう電気が寸断されてしまった時に、情報がこう一気にシャットアウトで、スマホもやっぱ充電がね、やっぱ問題で、充電できる環境にあればいいですけど、まあ、同じく電気がね停電してしまうと、まあ、いつか使えなくなってしまう可能性も出てきちゃうんで、まあ、そういった時にやっぱラジオ強いですよね。防災グッズでもね、そういうちっちゃいポータブルラジオを用意しておきなさいってよく言われるじゃないですか。だから結局やっぱそういう災害の時って、やっぱラジオはね、すごくパワーを発揮しますよね。で、やっぱこう情報が早いですし、特に地震なんかもね、早いですし、やっぱこう番組構成的にやりやすいんですかね、ちょっとその辺わからないですけど、そういう災害情報の体制にこうスイッチしやすいっていうかね、テレビもまあ最近はでもそうなのかな、でもやっぱラジオの方になんか軍配が上がるようなイメージありますよね。災害強いっていうのもこれすごく大事なポイントだし、このラジオのこう良さの一つなんじゃないかなっていうふうに思いますね。さあ、皆さんもねこうラジオ、楽しんでらっしゃると思いますけれども、どんなラジオライフをね、楽しんでらっしゃいますか。あとはおすすめの番組なんかがねあったら、ぜひ教えていただきたいなというふうに思いますし、 FM ギノワンさんじゃないくてもね、教えてもらったら嬉しいなと。もちろん FM ギノワンさんもね教えてほしいですけど。で、ぜひぜひ、メッセージなんかもお寄せくださいませということでございます。今日はねラジオの話でした。ということでエンディングのお時間です。はい、今ね思ったんですけど、ラジオのね良さ、もう一個最後喋っといていいですか。曲ですよ、ミュージック。自分が好きなアーティストさんとかだと、自分で、検索してね、そういうAmazon ミュージックとか LINE ミュージックからやっぱ聞くこと多いと思うんですよ。で、ラジオがいいところって、その他の方のおすすめとか、まあ、パーソナリティさんのおすすめの曲が流れるじゃないですか。あれがやっぱいいなと思ってて、で僕ぐらいの年代になると、ちょっとやっぱ新しい方々のねその音楽ってなかなかやっぱキャッチしづらかったりするんですよ。
なので、そ、新譜とかね、新しい今流行ってる曲をかけてくれるのもありがたいし、あと自分が知らない曲で、あ、この曲いいなっていうのに、やっぱたまに巡り合うことはありませんか。あれがいいですよね。 あの曲がね、やっぱり新しい曲に巡り合えるっていうのは、これラジオのね、やっぱいいとこだなっていうふうに思いましたので、ちょっとエンディングで付け加えさせていただきました。はい、毎週、日曜日、あ、ごめんなさい、いいのか、毎週日曜日、5時半からはつながるラジオをお届けしております。番組のですね、YouTube チャンネルもございますので、そちらの YouTube チャンネルからは私の、SNS、QR コードを読み込んでいただく SNS も登録できますし、毎日情報発信してますんでね、今500日を超えまして、毎日やってるんですよ。2022年の11月の24日からスタートしてるんですけど、SNS にちょっと毎日存在しようということをですね、目標にやっておりますんでね、あの、興味ある記事がね、もしかしたらあるかもしれませんので、ちょっと覗いていただけたら嬉しいです。はい、ぜひお待ちしております。また来週はですね、ちょっとゲストをね、ちょっとお迎えする予定でおりますんでですね、ぜひぜひ楽しみにしていただけたらなというふうに思いますね。はい、それではまた来週、日曜日5時半この時間にですね、お会いできればというふうに思います。最後までお聞きくださりありがとうございました。それでは失礼させていただきます。